今回の動画は、ワードでスマートアートを挿入する方法をご紹介します。で、スマートアートっていうのはね、どういったものかというと、まあ、例えばですけど、会社の組織図であったりだとか、あとはね、何かこう、物事の手順をですね、表現したいときに、まあ、文章で書くよりはですね、この図で表現した方がわかりやすいときがあります。 まあそんな時にですね、まあ自分でこう一個一個図形を作っていくのではなくて、このスマートアートっていう機能をね、使うとですね、まあ非常にですね、簡単にですね、そういった組織図みたいなものが作れますんで、まあこのね、スマートアート本当にいろんな機能があるんでね、まあ何回かの動画に分けたいと思うんですけども、えまず今回はですね、この簡単なね、えこのスマートアートの挿入方法をね、ご紹介します。それではね、まずスマートアートを挿入したい時は、この上の挿入タブですね、こちらをクリックしてください。 で、この中の図というところの中に、このスマートアートという項目がありますんで、こちらをクリックします。そうするとね、このスマートアートグラフィックの選択ということで、これはまあ見てもらうとわかるんですけど、本当にもういろんな形のこのスマートアートがね、ありますんで、この辺はご自身でもいろいろ見てもらってですね、もうこの自分の作りたいね、ものにね、こう、あったものをね、選んでもらえればと思います。 まあ今回はね、簡単な、あの、組織図を作ってみたいと思いますんで、その場合はこの階層構造というところですかね、こちらをクリックすると、この中にね、こういう組織図に適したようなね、ものがいくつかこう選択されますんで、まあこれは今回どれでもいいんですけど、じゃあこの辺を選んでみましょうかね、この階層っていうのを選んで、これで OK をクリックします。そうするとこういった形で自動的にこのスマートアートの形が入って、 で、この左側にこのテキストウィンドウっていうのが出てきます。で、このテキストウィンドウを使った方がですね、このね、作業の方がやりやすくなりますんで、もしですね、このスマートアートを最初に入れたときに、この左側にこのテキストウィンドウが出てこない場合は、このスマートアートツールのこのデザインというところを選択をしてもらって、このね、テキストウィンドウというところですね、ここにチェックが入ってないとこれが出てきませんので、これが出てないよといった場合は、このテキストウィンドウというところをクリックして、これを出してもらった方がね、操作がやりやすくなると思います。 で、実際のですね、この文字の入力の仕方なんですけども、えー、まあその前にですね、まずね、ちょっとこれ最初に自動的にこういうね、階層のね、形のね、スマートアートが入りますんで、まあ、いらないところはね、消すことができます。で、えー、まあ例えばじゃあ今回じゃあこの一番下の階層を消してみたいと思いますんで、まあ、いらない階層のところをね、この図形をマウスでクリックしてもらうと、ここがね、こう選択できますんで、これでデリートで、こう簡単にいらないところを消していくことができます。 じゃあ、とりあえず今回単純にこの2階層のね、この状態から作っていきたいと思います。で、え、文字の入力なんですけども、この左側のところですね、こちら一番上のところをクリックすると、今ね、この一番上のところが選択されてると思うんですけども、この状態でこの一番上のところに文字を打つことができますんで、まあ、今回何でもいいんですけど、まあ、例えば、本部長とかって打ちます。はい。で、次にじゃあこの下のところに入れたいときは、この下のところをクリックすると、今度はね、この左側のところが選択されるんで、まあ、ここも何でもいいんですけども、 総務部とか入れましょうかね。で、もう一つ下のところをクリックして、ま、営業部みたいな形で入れていきます。で、さらに同じ階層にですね、このね、追加をしたいよって言った場合は、今この営業部って打ちましたけど、ここでですね、キーボードのエンターキーを押してください。そうするとこれ今見てもらってわかるように同じ階層にですね、これを追加することができますんで、ま、例えばですけども、え、人事部とか、さらに追加したいんだらエンターで、え、そうですね。 ま、こんな感じで、こうね、どんどん追加していくことができます。はい、で、まあ、今ね、このね、2階層にしましたけども、じゃあ、例えばこの営業部の下にねえ、もう1階層ね、さらに追加したいよって言った場合はですね、まあ、じゃあこの営業部のところをクリックしてもらって、ここでエンターをします。で、このままだとですね、同じ階層に入っちゃうんですけど、ここは気にせず打っていきます。例えば、第1。営業部。で、第2。 いう形でですねこの営業部に下に入れたいんですけど、まずは同じ階層に入れます。で、この第1営業部、第2営業部っていうところに、ね、一つ下の階層にしたいので、ま,あ、まずはじゃあ第1営業部の方ですね、こちらをクリックしてもらって。 で、この上のですね、グラフィックの作成というところにあるこのレベル下げというボタンですね。こちらをクリックします。はい、そうするとこれ今見てもらってわかるように第一営業部がこの営業部の下の階層に入ったと。で、同じく第二営業部のところをクリックして選択してレベル下げで、まあこういう形でですね、この下の階層を作っていくことができますんで、まあまずはですね、この単純なこの挿入方法とこの階層の作り方ですけどもね、まあここだけでもね、覚えてもらうとですね、こういうね、まあこのいろんな複雑なね、この組織図を作れるようになると思います。 それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。